どなた？どうだ？
クラリスたちはまだかかりそうか。よし、二人でコーマを撃退しよう、アナスタシア。いいわよ、とびきりのデートタイムになりそうね。それじゃあ作戦開始よ、ニーケ。はい、やっ、あやっ、は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 っ、次の敵が現れたわね。デートはまだまだ続きそうよ。撃滅したぞ。ありがとう、アナスタシア。もう終わっちゃったのね。つまらないわね、キャプテン。このまま二人でどこかに行ってみる？悪くないね。でも冗談はそこまでだ。祈祷する。
なんだ、案外元気そうだな。なんだよそりゃ。いや、さくらにあんなことを言われてさすがにへこんでるんじゃないかとね。のことでこの初穂ちゃんがへこむわけねえだろ。それとも何かい、心配でもしてくれたっつうのか。そりゃあもちろん。心配したに決まってるさ。腹を立てた初穂がどこかで暴れてたりしたら、また帝劇の借金が増える。ま、ちょっとムカついたのは確かだけどな。っていうか、私のことはいいんだ。ちょっと愚痴って、うまい貸してもくや。それでご機嫌なんだからよ。けど、さくらは違う。あいつはいろいろ背負っちまうからな。さくらのこと頼むよ。何言ってんだか。そいつは私のセリフだろ。ん？ったく、ほんと分かってねえよな。さくらもなんでこんなのがいいんだか。何のことだ。なんでもねえよ、まったく。とにかくさくらは絶対戻ってくる。あのまま終わるやつじゃねえんだ。信じてるんだな、さくら。当たり前だろ。なんだってよ。ほら、親友だからな。あいつは今はただちょっと休憩が必要なだけなんだ。そういう時ってあるだろ。休憩か。そうだな。でもそれなら。それじゃあ行ってくるよ。後のことは頼んだ。ああ、兵撃のことは初穂ちゃんに任せとけ。ロンドン戦は3日後です。それまでには戻ってきてくださいね。もちろんさくらさんと一緒に。そのつもりで頑張ってみるよ。清十郎。さくらに変なことしたら成敗しない。変なことってなんだよ。遊びに行くんじゃないんだぞ。それじゃダメよ。いっそ遊んできなさい。仕事のつもりで行ったらさくらもゆっくり休めないでしょ。それは確かにその通りかもしれないな。桜のことよろしく頼むぜ。ほんじゃ行ってこい。心配ですか。ええ、とても。天宮さんのこと、それにやらなければならないことが多すぎて困ったわね。定見ですか。
そうね、それもその一つよ。何年ぶりだろうな。もうあそこに行くことはないと思っていたのに。10年ぶりくらいか。ここは変わってないな。二人で裏山に入って剣術の練習とかキノコ狩りとかしてたよな。おじさんの家事仕事について行って一日中野山を駆け回ったりもしたっけ。おじさん今も刀を打ってるんだろ。さくら、あそこにいるのもしかして。お父さん。ご無沙汰しています、鉄管さん。神山清十郎です。清十郎。ああ、聖坊か。誰かと思ったぜ。大きくなって見違えたな。で、今日は何の用だ。久しぶりに遊びに来ました。この辺り変わってなくていいところですね。大方うちの娘が何かしでかしたんだろう。聖坊よ、嘘が下手だな。まるっきり嘘でもないんですが。というかご自身の娘さんにも容赦ないですね、相変わらず。日向さんが亡くなってからもう10年ですか。ああ、帝都が大変なことになってた頃だな。今もまた大変になってきました。こんな田舎にも知らせは届いてるよ。またコウマが出たんだってな。はい、夜叉と名乗るコウマが帝剣を渡せと。帝剣？何か知っているんですか。いや、知らん。その夜叉というコウマが新宮寺さくらさんの姿にそっくりで。なるほど、それで逃げてきたわけか。いや、逃げてきたというわけでは。ここに来たってのはそういうことだろ。家にいたいなら好きなだけいろ。ここはお前の家なんだから。お父さん。聖坊、いや神山君、今日は泊まっていきなさい。二人ともゆっくり休んでいくといい。どなた。
クラリスたちは。それじゃあ。次の敵が現れたわね。デートはまだまだ続きそうよ。これで終わりだ。撃滅したぞ。ありがとう。もう終わっちゃったのね。ねえキャプテン。最高の舞台だったわ。
神山君、こんなところで奇遇じゃの。ええ、そうですね。ヤッタオサイさんはアザミの様子を見に来られたんですか。いや、今日は洋商じゃよ。まあ、アザミのことが気にならんこともないかの。アザミならよくやってくれていますよ。花組の一員としても頼もしい限りです。これは何より、帝劇という新しい居場所にしっかりと根を下ろせたようじゃの。そういえば以前、ヤッタンサイさんはアザミには忍者ではなく普通の道を歩ませたいとおっしゃっていましたよね。あれは、冗談ですよね。忍者を辞めさせるつもりはなかったんですよね。いや、それでアザミが辞めると言ったら忍びを辞めさせるつもりじゃったぞ。じゃあ本気だったんですか。結局は免許改善したのに、どうして。それが忍びというものじゃからじゃよ。免許改善というものは試練を乗り越えた者のみに授けられるものなのじゃ。神山君、これからもいろいろとあるじゃろうが、アザミのことをよろしく頼むぞ。今日は実に良い日だ。治平ゆかりの蘇我の花、素晴らしい舞台だった。治平ゆかりの蘇我の花、初耳ですね。どんな演目なんですか。自分で学べと言いたいところだが、今の私は気分がいい。少しだけ教えてやろう。演目の中で描かれるのは、先祖伝来の弓を探し求める青年の物語だ。彼は曲がったことが嫌いな正義感であり、とても切符のいい青年だ。このような人物のことをこの国では、何というのだったかな。それは確か、江戸っ子じゃないですかね。義理人情に熱い切符のいい人たちです。それだ、江戸っ子。実にいい響きだな。私もそう呼ばれてみたいものだ。江戸っ子はこの町を愛し、この町を守ろうとする人たちでもあります。都市を愛し守ろうとするエリスさんはもう江戸っ子なのかもしれませんよ。本当か。そうか、それは嬉しいな。エリスさん、本当に日本の文化が好きなんだな。私がこの治平という演目を好きなのは、そこに日本を感じることができるからだ。文化の風習、歩んできた歴史、そして人生、それらをたった一つの演目で楽しむことができる。
贅沢で優れた演劇だよ。本当にそう思う。なるほど。なんだか俺も見に行きたくなってきました。説明した甲斐があったな。ぜひ今度感想を聞かせてくれ。
なんだ、案外元気そうだ。なんだよ、そりゃ。いや、さくのことでこの、それとも何。そりゃもちろん。心配したに決まってる。腹を立てた発音っていうか、私のちょっと愚痴ってけど、さくらは初穂だって背負ってるだろ。私が何を。いろいろさ、さくらのことも帝劇のことも。初穂は初穂でちゃんと背負ってる。いつも助かってる。感謝してるよ。よせやい。それはそんなんじゃねえよ。ただほっとけねえつうかさ、それだけだぜ。とにかくさくらは絶対戻ってくる。あ、信じてるんだな。当たり前だろ。なんだってよ、あいつはそういう時って。あ、休憩か。それじゃあ行ってくるよ。後のことは頼んだ。ああ。で、ロンドン戦は3日後です。もちろん。聖十郎。ん？さくら。しない。変なことって何？それじゃダメよ。仕事のつもりで。それは。まあ、さくら。心配ね、天宮さて、そうに。何年ぶりだろうな。もう10年ぶり。二人で裏山に入って、おじさんの鍛冶師、おじさん、今。ご無沙汰しています。聖十郎、大きく。さくらさんの付き添いで来ました。うちの娘が不始末でも起こしたか。いえ、そういうわけじゃないんですが。その様子を見りゃ何かあったことぐらいわかる。日向さんが亡くなってからもう10年ですか。ああ、今もまた大変になってきました。こんな田舎。はい。定見。いや、その夜叉と。なるほど。いや、ここに来た。家にいたいなら。お父さん。聖母、二人とも行く。
ご無沙汰しています。て聖十郎、大きくなってみ。お父さん、大切なお話があるんです。お宅のお嬢さんを俺にください。相変わらず冗談が好きだな、このいたずら小僧め。冗談のような、そうでもないような。昔もよく二人でいたずらをしては俺に怒られていたな。やめてくださいよ、昔の話は。日向さんが亡くなってからもう10年ですか。ああ、帝都が大変なことになってた頃だな。今もまた大変になってきました。こんな田舎にも知らせは届いてるよ。またコウマが出たんだってな。はい、夜叉と名乗るコウマが帝剣を渡せと。帝剣？何か知っているんですか？いや、知らん。その夜叉というコウマが神宮寺桜さんの姿にそっくりで。なるほど、それで逃げてきたわけか。いや、逃げてきたというわけでは。ここに来たってのはそういうことだろ。家にいたいなら好きなだけいろ。ここはお前の家なんだから。お父さん。セーボン、いや神山君、今日は泊まっていきなさい。二人ともゆっくり休んでいくといい。桜、こちらを向いてもくれないか。それなら。やっぱりそっとしておこう。桜、さくら、こっちを向いてくれよ。話を聞いてほしいんだ。ダメか。困ったな。さくら。仕方ない。じゃあ、こっちから行くよ。俺を見てくれたね、さくら。見たっていうか、聖兄さんが来たっていうか。もう強引なんだから、聖兄さんは。
こんな風に縁側で話すの久しぶりですね。そうだな、あの頃はまだ子供だった。俺が突然引っ越すことになって一緒に遊ぶこともなくなったんだよな。聖兄さん、いきなりどっか行っちゃうんですもん。寂しかったんですよ、私。ごめん、兵学校で学ぶのが俺の夢だったから。さくらに夢があったようにね。そうですね、私は帝国歌劇団に入る、そればっかり考えて、新宮寺さくらさんに憧れて。同じ名前なんだからきっと新宮寺さんみたいになれるって。それを疑うこともなくずっと夢見ていました。さくららしいな。でももし夜叉が新宮寺さんだったなら、私は。聖母、風呂の準備を頼む。食事の前に入ってしまえ。さくら、湯加減はどうだい？とっても気持ちいいです。それはよかった。この壁の向こうでさくらが風呂に入っているのか。清十郎、何を考えているんだ。ダメだ、ダメだぞ。いけないことだと分かっているのに。ん？湯加減どうかな。ひどい目にあった。覗いたりするからですよ。反省してください。そんなにお風呂が好きなら聖兄さんも一緒にお風呂入りますか？え？一緒に？喜んで一緒に入らせていただきます。違いますよ、こっちじゃないです。え、でも一緒に入ろうって。落ち着いてください、聖兄さん。そっちにもう一つお風呂がありますから。ああ、そういうこと。何考えてるんですか、もう。外で入る風呂もたまにはいいな。極楽だ。こっち向いちゃダメですからね。分かってるよ。ならいいです。
気持ちですね。ああねえ、セニーさん。んー、どうした？二突作戦って失敗だったんじゃないでしょうか。二突作戦？10年前にあった帝都を守る作戦、見事に成功したんじゃないか。こうして帝都は守られてる。あの作戦がなければどうなっていたか。でも誰も戻ってこなかったじゃないですか。新宮寺さくらさんだって。コウマ王を封印するために自分たちもゲントに封印されたままだなんて。さくらさんたちは二都作戦の犠牲になった。そうじゃないんですか。それは他に方法がなかったのかもしれない。今となってはわからないが。本当にそうなんでしょうか。新宮寺さくらさんたちは作戦の失敗で見捨てられた。本当それが真実だったのかも。ううん、本当はもっとひどくて、最初から新宮寺さんたちを利用するだけの作戦で。でもだとしたら、そんなひどい作戦だったなら、新宮寺さくらさんが夜叉になってしまったとしても、人を憎んで恨んであんな風に。さくら？さくら！さくら！やれやれ、うちの娘が難しいことを考えるようになるとはな。ええ、まったく。ってどこから聞いていたんですか。さてな。さて、俺もそろそろ。ん？さくら、その手を離してくれないか。離してくれないと。一緒に寝るぞ。いいんだな。寝てるから聞こえるわけないよな。どうしたものか。寝顔を見てたら俺まで眠くなってきた。いやいや、ここで眠るわけにはいかん。ほら、さくら、手を離して。お母さん。ほんと仕方のないやつだな。仕方ないな。手握っておいてやるか。こうすれば安心だろう。
セイ兄さん、おはようございます。すまん、邪魔してしまったか。大丈夫です、もう終わるところでしたから。そうか。ところで、昨夜のことだけど。はい、一つ屋根の下どころか同じ部屋でなんて、私もうお嫁に行けません。ちょっとそんな大げさな。俺何もしてないじゃないか。本当ですか？実はこっそり変なことしてないですか？変なことってどんなこと？具体的に言ってもらわないとわからないな。具体的に？それはほら、お布団の中とかで触ったり、よくわからないけど撫でたり。それで？それでじゃないです。もう変なこと言わせないでください。ごめん、ちょっとからかいすぎたな。でも元気になったみたいだな。よかったよ。どうなんでしょう。どういうことだ。聖兄さん、今日はちょっと付き合ってもらっていいですか？懐かしいな。何もかもあの頃のままだ。よく一緒に遊びましたよね。剣の稽古もいつも二人でやってました。ああ、覚えてるよ。そういえば、さくらの霊剣、今もあるのか？あると思いますよ。多分あの納屋の中にしまってあるはずです。あったあった、さくらの霊剣新たかだ。あたらかって書いてあるけどな。もうそんなに大声で言わないでください。子供の頃のちょっとした間違いじゃないですか。でも今のさくらの強さはこいつのおかげだもんな。こんな木でできた剣でもちゃんと霊剣新たかだったってことだ。お、こいつはもしかして、やっぱり俺の二刀だ。懐かしいな。お父さんが聖兄さんにって作ってくれたんですよね。ああ、隊長なら二刀流だとか言われてな。大変だったよ本当に。いろいろと忘れていたけれど、その場に来てみると思い出すもんだな。なあ、さくら、この桜の木っていつこんなになったんだっけ？私が新宮寺さくらさんに助けてもらった時です。突然現れたコウマがその桜の木を。コウマがこんなところにまで。そうだったのか。その時に颯爽と現れてコウマを倒してくれたのが新宮寺さんでした。そうか。
見事な桜の木だったのに残念だな。この場所は私にとってとても大切な場所なんです。誓いと約束、私が私であるための思い出の場所。新宮寺さくらさんに会って新宮寺さんみたいになると誓った。そしてここで交わした青人さんとの約束も私にとって大切な思い出です。さくら、覚えていますか、青人さん。昔青人さんが私に言ってくれたこと、私に約束してくれましたよね。約束？結婚の約束だよな、そうだろ。結婚なんて、もう何言い出すんですか、青人さん。やっぱりそういうのじゃないか。そうか、違ったか。覚えてないんですね。もうがっかりですよ。まあ昔の約束だからどうでもいいじゃないか。青人さん、今なんて言いました。昔の約束も大切だけど、今の約束だってそれ以上に大切だってことだ。今の俺は帝国歌劇団花組の隊長。花組を絶対に解散させないとみんなに約束した。その約束を果たすためには強敵ロンドン歌劇団に勝利しなくてはならない。頼む、さくらの力が必要なんだ。一緒に花組を守ろう。何ですかそれ。結局私の力が必要なだけなんですね。新宮寺さんのこともそう。ただ力を利用するだけ利用して当たり前のように見捨てる。犠牲になった人の気持ちなんてこれっぽっちも考えてない。さくら、言い過ぎだぞ。俺はさくらを見捨てるなんて考えたこともない。そういうさくらは俺や初穂の気持ちをちゃんと考えてるのか。知りません。さくら、知りません、知りません。そんな青人さん大嫌いです。帰って、帰れ。さくら、青人さんなんて、歌劇団の私の隊長にならなきゃよかったんだ。鉄管さん、一人なのか。さくらはどうした。それが喧嘩になってしまって。そうか。その刀、さくらのですか。ああ、あこぼれがないかと思ってな。今日も泊まっていくか。いえ、ロンドン戦もあるので帰ります。わかった。連れて帰ることはできなかったな。ロンドン戦、さくら抜きで戦えるだろうか。豪快、豪快だよ。浅草を襲撃した謎の仮面女、最新情報だよ。仮面、まさか帝国競技場を襲った謎の仮面女が早朝の花屋敷を襲撃。帝国歌劇団が抗戦し退けたものの、怪我人は子供も含め数十人に上る。
違いない。これはヤシャの仕業だ。俺がいない間にとにかく急いで帝劇に戻ろう。ようやく戻ってきたのかよ。ハツゴ、夜叉の襲撃はどうなった？ああ、花屋敷のことなら安心しろって。ちゃんと私たちがコウマを追っ払ってやったぜ。あ、夜叉には歯が立たなかったけどな。そうか。隊長がいなくたって、守るぐらいならちゃんとやれるってことよ。ハツホに任せてよかったよ。今日からはハツホが隊長だな。ああって隊長なんてめんどくせえ。それにそいつはあんたの仕事だしな。私はあんたの力になれりゃいいんだ。ハツホありがとう。それはそうと、ここで何をやってるんだ？ここに新しい舞台を作ろうと思ってね。ま、継ぎはぎだらけのステージだけどよ。新しい舞台？みんなと相談したんだ。中の舞台は壊れちまったけど、帝劇がなくなったわけじゃないし、さくらも私も帝劇のメンバーはみんな生きてる。だったらやることは一つだってな。間に合わせだっていい。ここに新しい舞台を作ってさ、私たちのレビューをテートの人たちに見てもらうんだ。夜叉が何をしようと、帝劇はテートは生きてるってね。戦いの力じゃない、私たちのもう一つの力でテートに笑顔を取り戻すんだ。だからよ、絶対成功させようぜ。クリスマス公演をさ。ハツホ、それはそれとしてよ、サクラはどうしたんだ？サクラはいない。俺一人で戻ってきた。あ？どういうこった？それが喧嘩になってしまって仕方なく。何が仕方なくだ、このすっとこの恋。いや、でも…でもじゃねえ。どの面下げてのこのこ帰ってきたんだ、この当変木の丸田坊が。味噌汁で顔を洗って出直してきやがれ。ハツホ、そうは言うけど…おい、てめえなんかに任せた私がバカだったぜ。やあ、神山君。少し元気がないようだが、大丈夫か？なんとか。お気遣いありがとうございます。うん。そういえば、さくらの実家に行ったそうだね。鉄管は元気だったかい？はい、お元気でしたよ。しかし、ご友人だったんですか？もちろんだよ。
私はさくらの師だしね。それに鉄管とは長い付き合いだ。もう何年になるかな。そうだったんですね。もしかして刀を鍛えてもらったんですか。鉄管さんはその筋ではかなり有名だと聞いています。そうだね。それが彼の苦しみでもあるが。それはどういう。すまない、他人に話すようなことではなかった。忘れてくれ。それはそうと、さくらと何かあったのかな。君の元気がないのはそれが原因と見える。お見通しですか。実はさくらと言い争いになってしまって。大嫌いだ、帰れと言われてしまいました。隊長として誠意を尽くして話したつもりが裏目に出てしまったようです。うん、隊長として誠意を尽くして。あ、神山君、一つ聞かせてはくれないか。君はさくらのことをどういうふうに思っている。さくらのことをですか。もちろん結婚を前提にそう考えています。そうだったのか。意外な気もするが、そういうものかもしれないな。君の気持ちは分かった。だが逆に、さくらの気持ちはどうだろうね。さくらの気持ちですか。意外でも何でもないが、君は本当に大事なことが分かっていないな。え、神山君、さくらは女の子だ。剣を振るい、甲馬をも恐れぬ強い心を持ってはいても、一人の女の子であることを忘れないでいてほしい。一人の女の子。隊長としてさくらに接した君は間違ってはいないと思うが、ただそれとは違う接し方があったかもしれないということだ。だが、ぶつかり合って悩むのも青春だ。青春したまえ、若者たちよ。申し訳ありません。さくらを連れ戻せませんでした。そう。回復には時間がかかりそうね。さくらは夜叉が新宮寺さくらさんだと思っています。俺は正直わかりません。そうなのか違うのか。あれがさくらさんのはずがありませんわ。え、復讐のために帝都を襲う。さくらさんを見くびらないで。それに約束もしましたしね。約束。ええ、二都作戦の時に。あの作戦はとても辛いものだったわ。それは最初から犠牲になることが決まっていた作戦だったということですか。早合点しないで。そのような作戦、あの方が立てるわけないですわ。必ず全員で生きて帰る。それが口癖でしたもの。あの方たちがまだ帰ってきていないということは、きっと
まだあちらで戦っているのよ。私はそう信じていますわ。だからみんなが帰ってくる家をこうして守っているの。家ですか？そう、帝劇はみんなの家。どこで戦っても必ず帰ってくる場所。あなたは花組のみんなに、そして雨宮さんに家を作ってあげられたかしら？いいお天気ですね、神山さん。どうです、気分は晴れましたか？まあね。浮かない顔ですね。それなら私に悩みを話してみませんか？聞いてくれるかい？もちろんです。何でも話してください。あざみも聞きたい。清十郎の力になるために。あざみ清十郎は家族も当然だから、何でも話してほしい。家族か。スミレさんにも言われたよ、大帝国劇場はみんなの家だって。俺の役目は花組のみんなに帰ってくる場所を作ってあげることだって。俺はそんな風に家族みたいにみんなと接したことはなかった。だからさくらも初穂も俺に愛想を尽かして怒ったんだろうな。俺は本当にダメなやつだ。そんなことありません。だって神山さんは私を救ってくれたじゃないですか。自分の力を恐れていた私を信じて受け入れてくれました。そのおかげで私は新しい自分になれて、心から安らげる家を手に入れたんです。だから私は神山さんを家族のように大切な人だって持ってます。クラリス。アザミも同じ。清十郎が信じてくれたから今のアザミがある。清十郎がいるところがアザミのいるところ。だから清十郎がアザミの家。大丈夫ですよ、神山さん。さくらさんも初穂さんも神山さんを大切に思っているから怒ってるんです。そうじゃなかったら人は本気で怒ったりしません。そうか、そういうものかもな。
ありがとう、二人とも。なんとなくだけど、俺のやることが分かった気がするよ。よかったです。忘れないで、清十郎。アザミたちはいつも清十郎のそばにいる。ハツホ、いるかい？いねえよ。ごめん、ちょっと聞いてほしいことがあるんだ。さくらのことは悪かった。でも、俺は諦めたわけじゃないんだ。さくらがどんなことになっても、俺はさくらを諦めない。そして、同じように。ハツホ、俺は君を諦めない。だって、俺たちは花組という家族なんだから。それだけ言いたかった。それじゃあ。